それグードキング、こんにちは、宮本です。よろしくお願いします。お願いします。スライプニル来ました。はい、でまずは協力からやっていきます。まあ軽くやったんですけど、あの地雷と原則カメね、まあ、だけど究極に関してはあの友情コンボで大丈夫です。いつも通りなんかもう死ぬほど友情で解けるんで、はい、大丈夫です。シールドがだるいんよね、なんか分断してきちゃうから、だから貫通を少し入れたいなっていう意味で、今回はセレノバって呼ばれてるやつ、通称まあ友情強かったら何でもいいと思います。基本的には解けます。うん、なのでそんなにあんまり気にしなくていいかな。なんか特にこれが一番いいっつーやつはこれだと思う。あ、運用ならこんぐらいがいいかな。運用だったらもうこれぐらいがいいかな。なんかね、敵がねこうやって蘇生してきてだるいところもあるんで、まあ全体になんか適当に大ダメージ出せるやつ、まあ、だからトリノモが一番強いかなとは思ってるんだけど、まあ、何でも OK かな。だから簡単でよかったね、究極はね。うん、超絶はね、なんかね後々やるんですけど、ちょっとあれかも。十分でしょこれで。トリノバはさすがに、まあ、友情通るところはね、そうよね、うん、はい。なんでまあ友情強いやつで、別に多分枠読んでやる人も、ね、全員とは限らないんで、大体この友情キャラ入れてます、ね、うん、これ何でもいいと思う。ただ俺は最初五条でやりましたね。ああそうそう、うん、五条普通に強かったです。貫通で前もって減速株だから一応ギミック全対応、まあ、でも最悪別にギミック対応しなくても友情強かったら解けるんで、まあ、そこまでも問題ないかなっていう感じなので、まあここは簡単なんで、皆さんそのなんだろう、気負いすることなくやってください。そんなにうわだりーなーっていう感じでやらなくていいと思う。とこれ懐かしいんだよ、このシールドがめちゃくちゃ重なってんの。あそこ通るときだけ貫通気をつけてください。めっちゃ減速するんで、あそこめっちゃ減速します。懐かしいなマジで。ただ光村雨とかやってた人はね、うわ難しいなっていう感じがすると思うんだけど、まあそういうことないよな。いいでしょ、ここが簡単でしょ、すぐなんかやってればやれそう。守護獣のね、究極はこれの場でいいって言われてた。そうだね、まあ、ビビアンとかがだるいけど、まあね、あれはちょっとね、デメンで、はい、まあ、だからそういう変わったところじゃなくてよかった。はい、ってな感じで、休業がこんな感じなんで、共有所で、とりあえず行ってください。はい、ってことで、超絶スレイプニール、やってきましたけど、また来ましたよ、モツアル。モツアルが強いっす。彼女が活躍してくれると。いや、彼女が活躍します。あのね、ワンブロックの共有所探したときにね、こいつなんすよ。結局ね。まあ、そうやろな。で、ここめんどくさいのが、その、攻撃、あの状態異常を消してくるあのパネル、これだるいっすね、まあ、いつもながらなんですけど。で、あのビットンが出してるあのピューンっていうあのセンサーみたいなやつ、あれに当たるとそのビットン周りに攻撃アップバフブラストみたいなのをしてきます。なので、ビットン周りに強い友情キャラを置いてあげて攻撃アップさせてから友情に触れてあげる、そうすると比較的楽かなって感じがします。感じで今モツアルをピット周りに置いてあげて攻撃アップ状態でした。今ちょっとねセンサーの入りが遅かったかもしれないですけど、次当たっていただきます。こんな感じでモツアルをしっかり攻撃アップ状態で置いてあげるのが個人的には楽かなと思っております。まああと友情強いって言ったらチャチャとかね、攻撃だったらその辺もまあ強いかなと思ってるんですけど、まあ、一応彼女は範囲が決まってるので強いな。そう、これスムーズなんだよな。モツアル2いるとスムーズ、うん、かなり。なのでまあ枠2で回るのがいいかなって感じがしています。これ攻撃アップしてるやつだね。これモツアルのあれで出したり、友情アップ、友情アップじゃない、誘発でね、超攻撃だったらさらにこんな強いよ。で真ん中にこれピットあるんで真ん中にできるだけ配置してあげたかったんですけど、今ちょっとミスっちゃいましたね。なんか何ならミスっても強いっすね、モツアル。いや、比較的強いっす。強いね。今ちょっとバフもらいたいから、バフもらえる位置にいたいと思います。
常にこの真ん中とかね、このピット周りに入れればいいんですけど、はい、これでバフもらえる位置にしました。モツアレもバフもらいたいんで、こっちのをずらしてあげます。で、バフもらってからね、20秒発生。お、倒せなかった。倒すと思ったな。下がっちゃうな。はい、普通に倒します。まあ、4のやつ、1体がまあとりあえずバフもらってればいいかな。まあ、ウォールボムもあのホーミングもめちゃくちゃ強いんで、1体共有所のやつを、ただアルセールとかも普通に良かったですね。ワープがあれだけど、アルセールも悪くなかったです。はい、以上で溶かします。そこは本当はなんかハマって倒すんだな。だから成功法がわからん。あ、成功法もなんかね、なかなか、なんか読みづらい感じだと思うけど、まあ、ミネルバとかが強いかな。そのスペークリルがね、獣なんだよね。が超獣キラー乗るんよ。そう、ワープブロックでね、はい、でもらいつつ殴りつみたいな感じなのかな、うん、だと思うんですけど、うん、割とズルしてるもんね、これ。これ割とズルしてる方だと思うんで、うん、まあ、モツアルなんかやっぱ強いです。おすすめっす。これはウォルボムを当ててあげたいと思います。はい、ザコはフォーミングで全部受けると。うわ、これバフもらえる自体ですか。はい、いいでしょう。これもう一体スレイブに行きます。はい、これも、はい、共有してます。共有してるんで、まあ、ウォルボムだったりなんなりやってあげると、まあ、10トン溶けていきます。いいっすね。まあこんな感じの感じとか。そう、まあ結構やっぱ仕掛けはねありますね。ね、ちゃんとしてちゃんとやらされる言うて、うん、言うてちゃんとやらされます。うわ、上行きすぎ。次真ん中とね、上の左右にそうバフのビットが配られるんで、うん、慣れてきたらもうちょい配置とか意識してやれるので楽かなと思います。まだ揺れ取ってあげる。これバフもらってたら終わってましたね。マジで。はい、バフが来ました。はい、真ん中と、まあ、これバフでアップしてあげて誘発で。はい、これ誘発が出ました。とにかく配置して当たってあげればいいって感じかな。それが楽だと思うんですけどね、比較的。バカだね。なんか配置がうまくできてないとちょっと時間かかっちゃうかもっていう感じです。これバフもらってる。あの床もうざいでしょ。だいぶうざい。この意識しなきゃいけないから、避けなきゃいけないもんね。そう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 。はい、これボール悪いと。うん、そんな感じなので、まあ、誘導コンボだったらモツアルが一番いいかなって感じがします。はい、ワープロックのキャラたちなんですけど、まあ、さっき使ったのはモツアルね、以上普通に強いよっていうやつで、ちょっと触れたんですけど、まあ、ミネルヴァね、まあ、スレープニルが獣ってことなので、この鳥獣封じが強いよ、まあ、ちょっと反射なんで、まあ、めんどくさいところもあるかもと思うんですけど、まあ、普通に雑に強い、雑に強いのがミネルヴァだと思います。バフもらってあげても暴れてあげるだけで、まああとパネル踏まないような動きをするとめちゃ強いです、はい、まああと普通にデクとかもいけます。あー、SS 打つの、うん、もう SS 打ってあげる。バフもらった状態で SS 打ってあげたりすると、怖いだろうね、うん、まあ、周りがでも友情強すぎると SS たまらないんで、はい、まあ、グダルならいい。枠だったらね、さっきはあのアリアとかで活躍したシシジロウとかね、シシジロウ、あとホンダとかね使ったんですけど、まあそこら辺適当なやつでいいかと思います。増えてるんだな、その辺、ね、このラインやっぱ増えてないね。まだそこなんだね、うん、普通にギネビアとかも強いかな、友情部、あのバフしてあげれば。はい、ということで今回はスレイプニルやっていきましたけど、まあ、比較的簡単かな、まあ、究極簡単だから、究極だけはまあパッと終わらしたいなって感じです、はい、皆さんも4、50触ってみてください。お願いします。4、50触りましょう。
自慢できる。誰も言ってないから。まあこの動画すら需要あるかどうか分かんない。分かんないからね。俺らが楽しいからやってるんだけど。はい、ってな感じで、やってみてください。ってことで、おしゃれでした。ありがとうございました。じゃあ。